本を聞いてもうほぼほぼ A 確定だと、うん、もう囲まれる形にはなってはいますけど、 HK も分かってます。アルビダ前に出ます、あえて前に出ます。ダーカバー、いやでもラズ選手のポジションはかなりいいですよ。ラズが抑えた、両方抑えた、スリオン5、これでかい。 HK は残りは3名です。うん、バースがそのままラフター車に設置、タケジェもツリーを抑えていきたいところなんですが、レイニーがヘッドショット、タケジェを抑えます。かなり体力削りましたね、3対4。いやただアブソリートも体力やばいな。ラフター車に3名ですか、アブソリート。そうですね、イオが壁抜き、ラズを抑えて、ラズがやられてしまった。3対3、フラッシュポイント増した、オールドロー回して、バースがヘッドショット、ね、2on2カウント、いや全員山を打つ、残って、今回チャイニーズタイプ代表 HK も勝ってますよ。バッキーフラッシュポイント、レイタ選手がヘッドショットです。クロー選手しっかりと時間カバリングに入っています。そしてラズ選手は中央を抑えている、その距離でもちゃんと倒していく、いいですね。これは、はい、あの先ほどの平文でも見たような展開ですけれども、この人数状況でほぼ体力削られてないのをうまく維持して次につなげたいですね。パラノイア避けてから、ここから中央を取って、そのままツリーから A サイトを狙ってるのがアブソリュートジュピターか。うわこれ釣りだ、また釣りですか。うん、からのこれで寄ったところを B 攻めですね。なるほど、カメラでバレましたけど、フォートライン、この HQ 早いですね、相手の足止め、いいね、クラウドバーストも早いな。フォートライン打たれてもクラウドバーストでうまく味方を隠す、はい、判断も素晴らしいです。さあそしてそのまま B サイトへ侵入した日本代表アブソリュートジュピター、レイタが中央を取っている。ちょっと怖いですね、ちょっと レイタ選手の位置怖いです。後ろも取られてますよ、一人削れればってことで、右側バッキーの動きを置いて、スポーン側ではクローラ、アブソリュートジュピターはバンダル1本のスペクター4。さあ最速で上がっていく、最速で上がっていく、後ろに上がって3人、いや数が多すぎる、どうだ、想像したよりも数が多いです、ね、行くしかないか、2人目行かない、カントがカバー、数が多すぎる、ビーでも勝負、クローがカバー、2オン2なんとかっていう感じですね。1人がアビリティを使ってればやっぱり2人目3人目がカバーに入るという動きだったんですかね、相手もにしては多すぎますね。そうですね、ドローン出したタイミングで2枚目ですけど、はい、顔出したらまさか4人と、あ3人とは思わないじゃないですか、同じように溜まってるな。ラズ体力を削られて、お互い効果、パラノイア、ラズが視界を奪われている、黒時間を稼ぐ、取られてワンオツ、一人さばいて、このカバーが早い、早いですね今のカバー。3ラウンド目ちょっとまあ、はい、逆側から来てくれればねうまく連携取れたんですけど、お互い一方、うん、はい、さあそして再び A をチェックするレイタ選手、まずはガーデントの勝負、ミルクが通している、2人入ってサイバーケージ、パラノイア、2つで車線は切れているからラズ対応できない、アルビダ1人削って、3名でアブソリュートジュピター A に侵入、バースが1人返す。ちょっと味方が来る前に攻めるにだいぶ早い判断だな。ただ結果的には2オン3、そうですね、チャンスはあります、人数不利ではあるので、はい、まずは1人強気なポジションで倒してから2オン2の形を作りたい。ああそうですね、黒を作りに行きますね、見込んでしまった、隙がありますね。ローリングサンダー返す、フォートライン、クロー当たってますよ、おちょく立ち回れるぞ、ツオンツーワンオンツー、守りきれるか、ジュピター残ったよ、うん、一人は分かっているがもう一人の位置をつかめていない、まあ、あの会場音聞こえるまで、うん、そうです、そういう戦い方でいいんです。そうですね、要は上にクローはいるんですがもう一人がどうしても分からなかった、無理に勝負ですよ、そのまま引いていく、引かせません、タケジェ。さあ3本ですね、そしてしっかり、リコンボルトともに B メインをクリアしているのは HQ です。こうなるともう A 確定だよと思ってますよ。バースがスパイク落としたら、そうですね、 A のメイン側ロビー側が非常に怖いところ、ニューラルセット、あでもちゃんと倒してる、取りましたね、さすがにそのエコラウンドということもあって負けはしませんでしたね。さあシャッター側をしっかり解放はされていますが、うん、サイバーケージで切っていきます。まだ設置してないです、設置フェイクでしたね今の。様子見ます、相手が飛び込んでくる可能性もあると、様子見ます、まあ、じっくり設置できる形をまず作ってからですね。カメラ2オン3、カメラが壊されたことによって A ショットが確定、見事です、うん、1オン3、ここもただ武器取られてるんですよね、可能であれば1人削られて1オン2、レイニーは体力21、いかない判断もあります。パラノイア引いて、うーん確かにこの体力だとちょっと、様子をまだ見てますね、ダークカバー、その中から出てくるのはレイニー。ちょっと HQ のメンバー、現在のメンバーといえばバトロワでおなじみというシューティングの申し子ですが、いやでも B3 でこの配置作れてるのはでかいな。そこに対してアブソリュートジュピター、
しっかりと潰していく。動きはできないか。レイニーよ、レイニーよに囲まれましたね。レイテがなんとかイオを落とします。ワンオフォー、そのまま行くしかなさそうな。ボートになんか入れるのか。失礼いたしました。さあ2オン4ですね。フロムザショットでバースがエースアウト。レイタは落とされましたね。ワンオン4。とんでもワンオン4もやれるか。スパイクが。さあバース見せれるか。まずはダークバー。お、ラフターを切りつつ。どっかで見たぞこのシーン。前目で一人削りに行く判断。そうですね。当然人数差あったらこうやって見てたら守れないので。うまく球を避けながら重なったところ。1人は削りましたがミルクのカバーが入ります。ちょっと見えてたのかな、位置バレてましたね。そうですね、うん、あとは今のダークカバーの位置で予測をされていたかもしれません。可能性もありますね。そこをどれだけ、まあ、実際の持ち寄り引き出しで粘れるか。ファーストブラッドミルク、ラズも十分には削りはしましたがラズを落とします。4対54名での攻めとなりました。アブソルトジュピター、シュラードステップで、いや、いつまで経っても強いポジションです、ここ。中央壁を抜いてピークしていくのがイオ。様子を伺います。そしてアブソルトジュピターとしては1名バースを中央に置きつつ、残りの3名は A 面へ。珍しいですね、バースがこういう役割を担うのが。ダーカバー2つ。いや、ただ怖いな、この右上の位置ですよ。ここですね、このアルビタ。アルビタの位置、ここを丁寧にクリアリングして先頭倒せるかどうかです。いやー、ローリングサンダーは入っていない。ただ構えたところタイミング、いやー、そのままちゃんと見てた。レイター超ストッパー、ミルクが返す。バースがその中央ではレイニーを抑えています。いや、まだミルク生きてる。リア破壊されてる、中にいるのが分かっている。タケジェバース、ロゴをつないでワンオスリー。ナイスナイスナイス、ワンオスリーなら取れる。ラフター射設置。30秒남았습니다。カントがオペレーターを持ってガーデン側。いや、これなら十分ですね。カントも来ない可能性、行かない判断も十分にあります。オペレーターですからね。おそらく取り返しには行かないでしょう。そしてアブソルトジュピターもまだ借りに行く判断はしません。慎重でしたね。いや、でも今のよくちゃんと箱上対応しましたよね。タイミングがまあ、あの相手視点、アルビター視点からいくとちょっとタイミング悪かったですね。ちょうどダーカバー構えたタイミングだったので悪かったのもありますけど、の意味だけではなく、そもそもあの2人に勝てる算段があると思ったんですけどね。先ほどもそうなんですが、このミルクが A メイン、なんだろう、時々こういう強気な動き平気でしてきますよね。そうですね、先ほどもファーストラズが倒されたというシーンもありましたが、さあ、ワンオスリーです。残ったな、クロー。いや、これはさすがにキープでいいんじゃないですかね。そうですね、キープの判断になりそうです。A メインが取れない。取れないですね。ミルクが、ここででも、出花をくじくようなダブルキルを見せました。クロー、一旦戻って、相手がいるのは分かっています。フォートライン、パラノイア。これは前に出れない、クロー。食らっても堂々と右行ってますね。少しピークしながら引く判断、さすがに苦しいですね。さあ、まあ残りが1分あるということで、ちょっと相手を泳がせながら時間をかけてキープしようという判断。あ、なるほど。 A に寄ったふりをしてもう1回 B をアタックですね、これ。さあ、そしてそんな中ミルク選手が A に寄っていきます。そしてアルビダーが中央。いや、この位置強すぎる。おお、押し止めた。クロー、チャンスになるか。マーケット、うん、マーケットの情報は分かった。顔を出した、サバケージ見られてはいないか、見られてはいないか、見られてはいないか、見られているか。イオがラズを攻める。サイト潰しきれない。イオがダブルキル、惜しい。今日ちょっとレイタ選手の右クリック、なかなか惜しくも当たってないことが多かったですね。しかし竹地がアルビダを落としています。惜しいんだけどな。3オン4、 A に十分プレッシャーをかけたアブソリュートジュピターは中央。いや、でも裏来てる。そして裏、ここまでなんですが、レイニーか。裏がレイニーだった。中央フラッシュポイント、視界が悪い中。いや、避けた避けた。リープしてアフターショック、詰めさせない。時間をかけるレイニーの動き。これでミルクが合流しましたね。これ苦しいな。対するはクロータケジェ、2オン4。これは苦しい。スパイクも拾えず、これはキープですかね。いや、でもまだいきそうだ。残りは20秒切っています。どちらにしても時間は取ってからもう間に合わないですね。ス
パイカメラでゆっくりとジュピターの動きを見ています。あ、1バレた。10秒なますんだ。うわー、全員でかに来る、全員でかに来るよ。竹ジェテイクジェエイム勝負に行きますね。時間をかけて A メインに入っていったのは日本の人です。そしてファーストブラッド、いよ謎落とします。パラノイア、これで十分 A サイドには入れたかなというところ。ミルクが待っています。竹ジェが E を抑えてオペレーターを潰すことには成功。シャッターは破壊されてレイタ選手がオペレーターを回収。それはモーター上、3対4。それが欲しかったんだな。削ればチャンスになるぞ。二段構え、一人削って、うん、2発目間に合わない。さあ、そしてローリングサンダー、ワンオースリー、ラフターシャーバース削りましたが、レイニー選手のカバーが早い。ワイン、いや、ワイン入られた、強気すぎる。そのままノーピング出た。バースノーピング出ました。バースが返して、ワンオンワントレード、4対4です。うん、一時交換であれば、はい、高川の方が有利なので悪くないです。そして A に寄ってますね、HQ。そうですね、それに対して、はい、アブソリュートジュピターも B を見ているし、おそらくバース選手これでアルティメイト使うと思うんで、はい、そこで B 展開も少し目論んでるかもしれないですね。中央裏を詰めてくる可能性もあるとクロー選手が中央を抑えています。いや、ただ A式も読んでるな。それ最初からボート守りですからね、飛ばれても大丈夫なような形作ってますよ。HQ ばらけて各所1111で見ています。いやフレンジーでレイタカシンコワイヤー切って、お、ここはちょっと気になるなとイオが中央に回ります。いや、マジか。でもここで気にするのが B じゃなくて A なのか。そうですか。お互い読みはしっかり刺さっています。 HQ も3名で守れているアビダ、バスレイニーがかばして、いや、カバが早い。ツオスリー、いや、普通今の状況だったら B 側固めるでしょう。うん、レイタのこの、そうですね、オペレーターが光るかどうかですね。ラフターイオとの勝負です。僕はレイタを信じてます。僕もレイターを信じています。黒、岩橋レディー、ダメ。ブロック対応。黒、そしてリー合わせて。完璧か、パラノイア入ってて、ワンオンワントレード。うん、4まで入れた。対4という状況、タケジェ、ラフター上。いや、バースがカバー。イを抑えます。いいぞ、バース。これに至るのは、レイターのポジションですかね。ここですね。よし、オッケー。見事。先手6、6で折り返したい。裏も気になるところ、裏のレイタが倒される。コントロールレイニー正面ミルク押さえて、ワンツーです。ワンスリー、いや、お互いキャッシュポイントが、ラフター、シラも攻めて最終的にスパイクの位置を動かそうという判断ですね。お願いします。ファーストブラッド、中央にいたレイタはもうすでに A のカバーに入っています。お、これで気づいた。ちょっとアブソリュートジュピターとしても情報が分からない状態です。アフターショック入る、当たる、30、ゲストナイス。あ、スパイクがようやく合流しましたね。HQ 少し相手の動きも見ながらどこに設置するか迷うというところでしたが、選択したのは B サイト。シャッター割って、人数差がしっかり取れているのは日本代表アブソリュートジュピターです。うん、これはリテイクの形なのでバース選手の到着を待ってからしっかりと5人で取り返したいですね。あとはミルクがメインに隠れてますからね。まあ一人いてもおかしくないというのはアブソリュートジュピターも分かってると思います。スモークを抜いて、見事後ろ一人は釣り、そしてリーダー後ろとちゃんとしっかりカバーリング、バースがナイス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 、全員来てますよ。見事ですね。あの位置で何百戦と多分こねてきましたからね。アフターショック、パラノイアを放ってからバース引きます。ラズ選手、バース選手、記録取っていく。ラズバース、見事視界は奪われてはいますが、ラズ選手は見えているよ。ラズ選手は見えている。バースもカバー、よしよしよし、はい、カンド選手、まあ被害最小限なというのがアブソリュートジュピター。このダークカバーで、そしてホールドラインで確定したでしょう。そしてカバー、うまい、見事落ち着いてます。ミスミスでノーダメージ。ミルク、クロー、キルトレード、3対3、フラッシュポイント。いや、ぶつかりながらもよく粘れてますね。おお、ここでローリングサンダー入れますか。そこでローリングサンダー一人相手に打ってく、ずいぶん強気ですね。レニークロー倒せ、イオカントのキルローが並びます。7対8、さあ、ここはパラノイアを避けてからの勝負ですが、トレードですね。3対4、いや、これでバレちゃった。ここで崩されるとまずい。クローがいいカバー、クローがいいカバー、ダブルキル、素晴らしいですよ。守った、2対2、さあ、ワンオーツ、人数有利は作れたんですけど、竹勢もセンターを追いかけ落としましたね。ミッド、
昇格し、制圧しました。残り時間結構まだありますね。まあ、ただワイヤーで情報は分かると思いますけど、ここで分かるって感じですね。そうです。さあまず A は確定した。ガーデン側に入ってるのは分かったところではあるんですが、まだ様子見。タケジェどうだ。この車線を通してるのはクローか。いやクローもちょっと迷ってますね。どっちも通してなくない。いやここで気づいた、ここで気づいた。削られる前に気づけてよかった。さあワンオンツー、ここでもう設置は A しかないだろうと。設置されてから2名で取り返すアブソリュートジュピター、そんな構えです。はい、いや時間ギリギリまで使いますね関東。ただ関東としてはクローの位置を分かったが、タケジェイの位置を多分つかめていませんでしたね。そうですね。いやただ前出ますね。有利ではありますから。オールドローン、こちらオールドローン。強気す。早いですよね、いつも判断が。シャッター本当は早めに閉めて。パラノイア完璧に入っている。ここを抑えたなパー選手。うん、ナイス。HQ カバーが間に合いませんでした。ラッシュポイント返して。ナイス。一旦引く。ラズも関東を抑えている。これでショートはもうだいぶダメージ与えてあるでしょう。そしてツリー側に入ってくるんですが、ここもタケジェイがカバー、カバーが完璧です。いい、早い、素晴らしい。バースト2人目、パラノイア、そこをアビダがヘッドショットで返していく。スペクター奪ってワンオー、ワンオースリー。体力は20、抑えたクロー選手。よし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 、さあついてきましたよ小田さん。僕は映画に落としとく。レイタやばい、スール、これが2回ショット。しかも体力見てください、1も減ってない、1も減ってない。これはでかい。いやー完全なオフアングル、見事ダブルキルからのテールウィンド、うん、そして相手のオールドローもラズは見えています。これはもう入れさせていいんですよ、うん、でショートだけ潰しておいて、それ以外のところは入れさせてリテイクで取ればいいんです。ラズはバレていない。そうですね、ちゃんと通すの許しませんでした。イオを倒します。カットリコンボルトから詰めている。油断できないライン、うん、ここで取り返しましたがバサカバーです。ここでレイニーがカバー。いやでもまだ3人いますから、ラフターから3名の取り返し、人数差を生かしていきたい。フラッシュポイント入ってありますか。ナイス、ヘッドショット抑えて11本目、日本代表アブソリュートジュピター、11本目です。よし、守りが硬いアブソリュートジュピター。硬いですね。ちょっとですね、足音が聞こえている。クロー、レイタが P を守る。レイタはバレていな い, い, い、これがレイタの強さ。2人で出せなかった。タケジェ、クロミルクカントが返す。エコラウンドでもこの強さなんですか。いや完璧にヒットしてる。2オン2、武器も回収されています、ね、エコラウンドの時強いですね彼ら本当に。スパイクサルチ、アブソリュートジュピターはニューラルセフト、そしてエンプレスを所持しています。ドマンチェコスのびっくりだ。ハンダスキュリーカント、 こ, このタイミング、できるだけ時間を稼ぎたいというところ。力はさりだ。ショックボルト、リコンが上がったので、どちらかを索敵していこうという動きはあると思います。カメ抜き、カメ抜き、おそらくボートハウスに2名いるのをなんとなく分かっているか。そこを出た、ね、ミルク、時間を稼ぐ。だいぶ時間使わされてます。リア、いやこれはもう間に合わない。オツ1人返すってこと考えてなさそうな気もしますが、ふもと倒した。クラウドバースト、うん、なんとか無傷で見事ですね。いかねきましたね。ワンピック、ちょっと危なかったですけど、5対4オールドの。いやーこれで珍しく HQ は全員 D5 ですからね。ドロー破壊、いつでもローリングサンダー。クロー鉄壁です。これは当たってる。アルビダ当たってますね。ただ時間を与えてしまった。シアチャダ、ここからの B 攻め HQ、 うん、アルビアクロー落として、ナイス。レイタ帰ってきた。ちゃんと上下の戦い対応できてる。ブレードストーム、うまい上げ、トリプルキル、バースがカバー、見事ナイス。あ、少し崩しましたね今。チャリッカージャー。あ、そっか、 B をローリングさんがるからか。これは A フェイク、いや、本命のタケジェイ止めてる。A を止めて、でさらに B もレイタ選手がどれだけ時間を稼げるか。一人削っていいぞ。レイツオファイブ、レイタがラッシュを止める。ラズが返した。ニューラルセフト、いや、これラストいけるぞ、いけるいけるいける。真下にいる、真下にいる、削られてアラビダ、ナイス取って13本。ダイナップ